投げているのはなんとペットボトルのキャップ。じわじわ人気上昇中のニュースポーツ、キャップ野球に挑戦だ。うわあ、今の変化？これはちょっとどこでもわかるね。おお、見えない。いやーすごい、ね、全く見えない。どういう集まりなんですか？これは北海道大学キャップ投げサークルという団体です、大学生なんだ。彼らは北海道大学キャップ投げサークル。3月に行われたキャップ野球の全国大会で優勝。全国およそ100チームの頂点に輝いたキャップ野球の強豪だ。あ、じゃあちゃんとやってんですね。なんかありがとうございます。お遊びじゃないですね。野球経験がない子もいっぱいいますし、大学に入ってから始める子がほとんどです。なんか小学校からやり続けてましたみたいな。もう筋金入りの感じ出てますけど、いつからやってたんですか？中学校3年生から。いや結構だな、やっぱり。彼が多分一番仲いいです。あ、やっぱり、はい、やっぱ佇まいが違う。そうですね、ちょっと。たかがキャップと侮るなかれ。キャップ野球の難しさを体験。ノートライク、じゃあ行きましょう。プレイ。うわあ、ナイスボール。速い。ストレートは最速80キロも出るんだって。うわあ、なるほど。剛速球の次は急激に曲がる変化球。いいよ、打って。オッケー。うわあ、今のカーブ、フォーク。今のは消えましたね。ここら辺までは見えてたんですけど、ここから消えましたよ。いや、すごい。いや、これはちょっと気配ないな。当たる気しない？当たる気しないね。よし、もう初球から行くよ。これはもうちょっと打ちますよ。おお、ナイス。手が出ないのよ。いや、ここら辺で気づくね。ここら辺で。最初は難しいです。よっしゃー、そう、もらったと思った。今のは甘い。今の行かないとですね。サービスボールだ。うわーうわー、ナイスボール。完敗だ。これはね、これは打てんね。今日一日やってもヒット1本出るかどうかっていう、うん。